並んでる。はい、買ってきましたよ。もう毎年の風物詩ですね。甘いチロスとブラックコーヒーめちゃくちゃ合いますね。アイムです。こんにちは、どうもどうも。今日僕はランドのこちらペコスビルカフェに来てますよ。こちらはですね、クリスマス限定のチョコレートチロスが出てまして、これ毎年販売されてるんですけども、はい、今年も売ってますね。でこちら食レポで来たんですけども、今ねパレードルートで自動中にちょっと食べようと思って中抜けしてきました。今ね朝10時半ぐらいかな。めちゃめちゃ並んでるんですよ。いいですか、見てください、こんなに並んでる。もうカレーポップコーンの方まで伸びてるんですよね。でもこれ並ばないと食べられない、だから並ぶしかない。並びます、行ってきます。マジか。はい、キャストいます。ここですね。はい、ここです。一見近いんだけどぐぐっとカーブしてんですよね。何分かかるんだこれね。チョコレートチロスね、ラウンドでは2店舗しか売ってないんですよね。パークサイドワーコンとこちらのペコスビルだけなんですよね。2店舗少ない。トモテラとかですね、ルフーのねチロスとかでも売ってほしいですよね。 C はね3店舗4店舗ぐらいで多いんですよね。だからね、どっちでもいいって言うんでしたら、ね、C とランド両方行く予定あるんでしたら絶対にね C をおすすめします。 C の方がね購入の難易度は低いと言われます。はい、買ってきましたよ。もう毎年の風物詩ですね。はい、そしてね今ねパレードの実は自動中でして、はい、自動しながら食レポしたいと思います。いただきます。はい、いただきます。もう当然ねホットコーヒーも一緒ですね。甘いですからね。こちらねチロスはパークサイドワゴンとペコスビルと売ってるんですけど、ホットコーヒー一緒に買える分ねやっぱペコスビルの方がいいですよね。はい、確かこれ毎年食べてますね。今年も食べます。いただきます。もうミスドっぽいですよね。味がミスドだ。僕ねミスドのねあのチョコレートドーナツかな、あのダブルチョコレートのあれがすごい好きで、あれに似てますね。で僕ねミスドもすごい好きで、甘いドーナツとブラックコーヒーと、はい、大好きなんで、これも同じですよね。甘いチロスとブラックコーヒーめちゃくちゃ合いますね。これね標準のシナモンと今回のチョコと、まあどっちが好きかって言われたら、まあ、僕はシナモンかな。でハロウィンの時のメープルパンプキン、あれと比べてもやっぱりねメープルパンプキンの方が美味しかったですね。まあでもうん全然ダメじゃん、美味しいんですけども逆に違うんだよ。メープルパンプキンがうますぎるんですよ。あれ本当美味しかったよね。で僕はねシナモン好きなんで、ね、ミスドでもですねシナモンのフレーバーがあったら大抵それにしてますね。シナモン好きなんで、だからねパークのチロスもね実はスタンダードのシナモンの方が好きですね。チョコも美味しいんだけど、実はシナモンとチョコ選べるんだったらぶっちゃけシナモンです。すみません。はい、クリスマスのチョコのチロス無難に普通に今年も美味しかったです。あとねお手拭きキャリー今年も出てますよね。あのねぶっちゃけ去年と同じ柄でしたなので、あの去年買いそろえた方はね、はい、これ今年狙い目ですね。よかったら買ってみてください。僕はね40周年の青いやつに買い替えちゃいましたけども、クリスマスのやつもねすごいエンジ色、あのワインレッドでねすごいクリスマスっぽくていいと思いますんで、はい、今でしたらね今年でしたらあのお手拭きキャリーも、ね、買えますのでおすすめです。はい、以上クリスマスのチョコチロスの紹介レポートでした。じゃあねー。